にちは。8月9日週刊仮想通貨ニュースです。はい、こちらは BTCUSD の4時間足です。前回撮影日の7月26日こちらですね。この時に言ってたのはこの4時間足レベルの移動平均線200の際あたりでですね、ロング売ってったらいいんじゃないって言ってました。的中です。おはい、大的中、大的中ですね。そして、まあ、長期の目線で見るとですね、週足の移動平均線の200こちらに乗ってきたというところになりまして、長期目線で見てもですね、かなりポジティブなのかなと言えるところになります。ここで、先週ですね、陰線つけましてサポートをつけてるんですね。一応そこから上っていってるので、かなりポジティブなんじゃないかなと考えております。はい、はい、今からもうここからドーンと上がっていけるのか、うん、もう最後の買い時なのかもしれないよ。うん、ここら辺を解説していきたいと思います。はい、ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。はい、そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、うん、反対意見などは一切禁止というね、まあ、ある意味言論統制ができてしまいました。はい、そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今別の動画サイトで最新情報をお届けしています。うん、実は YouTube では内容がヤバすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。はい、すでに新作動画が40本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます。うん、こちらはメルマガでのみ見る方法をお知らせしています。YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンクを貼っております。お願いします。お願いします。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。うん、そしてその記載された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です。特に女性の方は必ず一度見てもらいたい情報となっております。うん、ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。今回ですね、うん、ポジティブな情報たくさん出てきてます。おう、でそこら辺また紹介していきたいんですけれども、うん、まずね、一つはね、イーサリアムの分裂、これね、イーサリアム買ってるだけで、うん、持ってるだけでPOSETH と POWETH の2つがもらえちゃうという期間に来てるんです今ね。で、イーサリアム買う人増えますよね。ハードフォークみたいな感じなんで、うん、どっちももらえるっていうことなんでね。で、というふうにして相場が上がってるんだ、昨日から 5% も上がったんだとかいうふうに言う人もいるんですけれども、僕から見たらですね、ナスダックこんだけ上げてるやんと。うん、ナスダックが上げてる、つまりもうFRB の金融政策からこういうふうに株価が上がっている、そしてそれにビットコインついていってるだけやでと思ってます。そしてナスダックが上げてるのに、その上げ幅に対してですね、こんなにいいニュースがある仮想通貨界はそんな上げてないんですよ。前回の7月末のこの高値を抜けれてない、この日足レベルの雲も抜けれてないということで、押さえつけられてる感がものすごくしてます。なのでね、こっからね、もう一段下は僕まだあると思ってるんですよね。結論から言うと、そこを警戒しつつ、もう 先週と同じです。もう基本変わりません。もうここ4時間足レベルの MA200 ここ超えて、下に超えていくとですね、週足レベルでまた陰線をつけて MA200 を下回ることになっていきます。うん、なのでそこを気をつけつつですね、今からここが底値ということで買っていくっていうのはまあありかなと思いますね。他のポジティブな情報をちょっと見出しだけ言いますと、うん、ブラックロックが入ってきました、仮想通貨界に。はい、うん、はい、もう投資家の巨人です、ここが入ってきたっていうことね。もう一つは恐怖と欲望指数、はい、これがですね、そこからですね30を超えてきたんですね。うん、具体的に言うと6まで行って、これ6月のことです。6月19日に6まで行って、そこからぐっと30まで上げていってるんです。こういう時っていうのは底値を形成する可能性が非常に高い、うん、歴史的にはそうだったということがあります。それを鑑みてもですね、ナスダックになぜついていけないんだと、はい、うん、僕はちょっと憤慨しておりますね。憤慨というか、まあちょっとおかしいなと思っております。ビットコインさんもナスダック先輩の後は追うようになったんですか？追うようになってますよ。うん、ナスダック先輩の後しか追ってないですでも言うたら、そのハイテク企業群じゃないですか、
はい、仮想通貨イコールもうほぼね、うんうん、通貨の価値が一人歩きするというか、ビットコインというものを使って何か開発している企業群がいてこそのビットコインになってますよね、うん、当然、うん、なのでナスダックが伸びるということはビットコインは上げてくれないとちょっとまずいんですけれども、ビットコインは世界を変えるんじゃないんですか、うん、もちろん変えますよ、うん、変わっているしすでに。そうかな、うん、ナスダックについていってるんですそうそう、ナスダックについていってるけどねそれはそのうちの話ですよ、そのうち、うん、デジタルゴールドですよビットコインのデジタルゴールドってギャグで言ってます、ちょっとギャグみんなね、否定しなさい。いやいや結局、うん、その後からもねちょっと紹介するかせえへんかちょっと時間の関係で分かんないんですけれども、金の市場価値をビットコインが取ったとしたら、うん、この入れ替わったとしたら、はい、ビットコイン1ビットコイン10億ぐらいいくんだって言ってる人がいるんですよね。ほうほう、うんうん、取って変わったとしたら、うん、でもそれ僕ありえないと思ってるんですよ、うんうん、あのデータやし、あ、まあまあね、太陽フレア一発で終わるし、うん、っていうね、いろとかいろいろいろんな考え方ありますよ。でもまあちょっと置いといて、はい、ザザッといきます、うん、あのポジティブなニュースたくさんあります。まずはですね、マージです。マージ、はい、うん、これはイーサリアムがですね、イーサリアムドルの冷やしです。でこちらはですね、ナスダックみたいにちょっと上向いて上がってきてますよね、さっきのビットコインよりはね、うん、で何があったかというと、今まで POW やったんです、マイニング方式が、はい、もう頑張れば頑張るほど、あのみんなが頑張って電力使ってパソコンで計算して報酬をもらうと、うんうん、頑張った人だけもらえるっていうやつだったんですね。それがもうすごく効率が悪い、環境にも悪いということで、うん、POS にしようじゃないかっていうことはずっと言ってたんですよ、うん、POS っていうのはあなたに当てます、当たりました、いっぱい持ってますイーサリアム、うんうん、でこの人登録してます、でマイニングしたいですって言ってます、なら今回あなたに当たりましたっていうことで、その人がマイニングして、うん、まあ台帳に記帳して、でイーサリアムもらえるという方式なわけですね、はい、なので無駄にそのみんなで計算合戦をしなくていい、はい、うん、なので、すごく電気代も抑えれて、まあ、効率的だということなんですね、うん、でこれに移行するのがマージ、ザ・マージというアップグレードなんです、うん、はい、でこれあのハードフォークではないんですけれども、 POW の ETH と POS の ETH が発生してしまいまして、うん、で勝手にほっとくと POS の ETH になるんですね。で、はい、そっちに移行するんですけれども、 POW の ETH も、まあ、もらえちゃうと、うん、これ仮想通貨の取引所とか預けているところによって変わってくるということなんですよ、うん、例えばですね、ポロニクス、もう海外の取引所ですけれども、ここは、うん、あの翻訳してますねこれね、うん、でハードフォークトークンをサポートおよびリストしていますよということで、ここはですねもう発行すると、うん、もうここに預けて置いといてくれたら POWETH ももう上げるよということが決まりました、うん、はい、ということで今月末ぐらいからかな、今月中旬ぐらいからですね、どんどん取引所が発表していくと思います、うんうん、なので今からですね ETH は上げやすいようにはなるかな、うん、うん、もらえるんやったらもらっとこうっていう風な人は多いですよね、おそらくね、はい、うん、でもね ETC と同じような感じになると思います、おそらく、はい、あのイーサリアムクラシックね、もともとのイーサリアムなんですけれども、あの開発とかされてる人いますし、そのコミュニティもあるんですけれども、使われてるのって ETH なんですよね、うん、ずっとイーサリアムが使われてるわけです。イーサリアムクラシックは、まあ、価値があるだけというか、うんうん、ファントークみたいな感じになってますよね、はい、うん、実際に ETC でこうなんかすごい開発が進んで実用に使われるっていうような気配はあまりない、うんうん、価格は上がったり下がったりしますよもちろんね、という感じのものになるんではないかな、だから POWETH の方はね、うん、うん、で一応9月19日秋にこのアップグレードザ・マージが予定されているので、それまでですね、その9月入るぐらいまではちょっと狙い目かなというふうに考えておりますね。ビットコインより上げ幅は大きいかもしれません。そして冒頭でお話ししました恐怖と欲望指数、仮想通貨の恐怖と欲望指数なんですけれども、現在42ということでかなり上がってきているんですね、うん、はい、あの 3U ってもうフェアなんですよ、うん、恐れなんですよね、まだ市場の状態は。しかし42まで上がってきています、これがですねどういうもんかと言いますと、ここ
6月18、19あたりで6まで行ってます、うん、でこれがどういう水準かっていうとですね、ものすごい低い水準ですね。こっちで2019年の数字で5、うんうん、6っていうのはもうその5とか6っていうのはですね今までなかったんですよ。ほぼもう超恐怖ってことですね。超恐怖まで行っての上げてる時、上げてきた時っていうのは、うん、そこね形成して上げてくる時なんですよね、うん、ビットコインって今まではね。でも今回は違うかもしれませんよ、うん、じゃあゆいちゃんがブチ切れてちょっと機嫌良くなってきたってことですね。あーいやー助かったーみたいな、ふーみたいな、なんとかいけたねこれね。うん、そうそうそう、なんか買いたくなりますね。そうやね、もう今から買ってた方がいいんじゃない、うん、またもう一回ブチ切れることもあるんだよね、うん、あんたがなんか言うから。いや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 、そんなことは今まで想定で喋ってるわけやけど、うん、今回のですねこの6まで行ったっていうのはですね結構いろんなサービス、うん、でっかい企業とかも潰れたじゃないですか。潰れた、うん、スリーアローキャピタルが破綻したりとかですね、 あ、はい、あと、まあ、ハッキングもですねずっと相次いでますね。8月3日ですけどもソラナのウォレットで500万ドルハッキング被害ということで、うん、で被害も続いてます。これ最近の話ですけれどもこういう感じでですねずっと、まあ、いろんな会社が破綻したりということが続いていったわけですよね。それでこその6になったというところで、うん、それが落ち着いていってですねかなりポジティブになっていってるっていうところですね、うん、なんでこれを底として買っていくのはまあありっちゃありなんじゃないかなというふうに考えておりますね、うん、うん、悪くないって感じ、うん、で前々からずっと言ってますようにあの僕が良いと思いますのはここってね、うん、月足で言うとまだまだこの長期のですね上昇トレンドになんとかサポートされたというような形になっているだけなんですよね。でここがトレンド転換だとこの下げを転換したぞっていうふうに言えるのってやっぱ4万ドルとか超えてからだと思うんですよ。この陰線ぶっこ抜けたやつはですねもうなしでっていうことでこっから上で勝負していって高値超えていくところを狙っていくというような感じにする方が、まあいらん損失を被らなくていいと思いますね、はい、うん、あこれ上昇トレンドだねってみんなで思えるときみんながそう思うときに入っていく方がまあいいと思います。まあただこのねここを取ってずっと大事にビットコインこんな安いやつ平均高下げてくれるやつ持てたわいいポジションやわっていうのを持つっていうのもありなんですけれども、うん、まあちょっと少額でね調整して、そのポジションを取っていくっていうようなイメージをしていただければと思います。まあ基本はだから頭と尻尾くれてやる、くれてやろう、うん、もうこんなんいらん、うん、これ取ろうとしたらね、 あのね結構負けるんですよね。取ろうとするでしょ。そう、うん、負けるからね本当に負けるんですよ、うん、ポジション取ってんのにまた後から変なポジション付け足したりして負けんねん結局。それは僕の話ね、うん、戒めを込めて、そうもうちょっと時間いけそうなんでこれはポジティブニュースということでご紹介させていただきます。はい、こちらもコインチョイスさんの記事になりますけれども、運用資産1330兆円のブラックロック、うん、仮想通貨事業に参入ということね、うん、うん、このブラックロックっていう名前超巨大ファンドって言っていいのかな、うん、運用資産、うん、まあ、ファインドですよね、うん、ファンドともう超もうモビーディックですわ。でかいでかすぎるクジラというか、うん、世界最大、うん、だからもう魚と数えていいのかどうか分かんないよね。もう海作ってる方の人たちやね。誰だ、神様、うん、神ほぼ神よね。うん、まあそれは置いといて、うん、でこの人たちがですね入ってきました。2018年にはですね、うん、仮想通貨流行ってた時ですよ、うん、流行ってた時なんだけれどもブラックロック この CEO の方とかこう言ってたんですよ。ブラックロックの機関投資家のクライアントたちはビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を購入したいとは考えていないと、うん、いうようなことでね明確に否定してたわけです。で今回の発表ではですねコインベースが発表したんですけれども、うん、ブラックロックはコインベースを選んだっていうようなことを発表しました。ブラックロックってアメリカ企業のほとんどの上位3位以内に全部株主って入りますからね、うん、ね、すごいですよね、うん、裏に誰いるんですか。
まあ日本のあれと同じようなあのなんたらトラストなんとかと同じような人たちやと思いますけどね、うん、ヘラ、いや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 、だからそれを言わさんように言うてんのにあのそうですね、結局はそうですよね、うん、すごいすごいよね本当にねでですね、うん、コインベースこれを持ってですね、もう株価がもうめちゃめちゃ低迷してたんですけれども、ビットコインと同じよね、はい、うん、これで倍ぐらいになりました、一時倍になりましたっていうことで、はい、かなり強い上げにつながりました。機関投資家がですね、あのブラックロックが提供するアラジンポートポリオ管理ソフトウェアっていうのを介して仮想通貨市場にすぐアクセスすることができるということで、うん、ものすごいお金を持ってる機関投資家さんもですね、ちょっとした感じでこう入れると、市場に入れると、うん、仮想通貨市場に入れるということで、うん、かなりねポジティブに捉えられております。まあ大体ですね、機関投資家とか ものすごい資産家、大きいお金持ってる人たちって管理がやっぱり怖いわけですよ、うん、仮想通貨の、うん、一つの取引所に置いとくこともできない、自分のウォレットに入れとくことも怖い、ああ、まあ、なら分散するしかないよねみたいな感じで、じゃあ分散したら次はパスワードとかの管理をどうするか、うん、そういう管理がずさんやった人はですね、だんだんもう仮想通貨のこの歴史の中でもうどんどん消えていっていってるわけですよ、うん、でそれがもうこのブラックロックとか入ることで、やっぱりカストディのサービスとかが充実しますんで、ブラックロック預け取ったら大丈夫かというような感じにもなりますね。お金持ちがやっぱ入りやすい、仮想通貨市場にやっぱお金が入りやすいっていう状態になると思います、うん、うん、まあちょっとだけ言っとくとですね、ブラックロックは確かロックフェラーがいるっていうのも間違いないんですけど、うん、もうちょっとだけ言っとくと、うん、そもそも作った人たちってクレディ・スイスの人ですね、うんうんうん、ってことはエッシャー、スイスのエッシャー家が絡んでるってことです。じゃあ安心だねまあ安心ということを言いたいわけではないんですけれど、まあ、うん、まあでもそこがね、ちゃんとお金を入れてきたと、お金入れてきた、ちゃんと、うん、ちゃんと入ってきたと、参入してきたということは、どこにでも顔を出してるってことね。そうですね、メッシャーっていうのはもう金融世界をガシッと握ってる、うんうんうん、どこがね伸びてもいいようにということなんですね。でもほとんどの大手機関の創立を携わってますから、うん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 、次もすっげえポジティブなニュースなんですけど、ちょっとポジティブすぎるやつね、はい、1ビットコイン13億円わー、はい13億円っていう予想をしてる人がいるんですよ。13億円今数百万円は、はい、そうです、買います、買いましょう、だから買いましょうこれね、まあ、この方もね、あの80万フォロワーいるっていうことでですね、まあ、中身誰なんか分かんないんですけれども、かなりあの当たってるんですよ、分析がすごく当たってるので、あ、まあ、このロゴ七福士さんのパソコンに絶対ちゃうよ、絶対ちゃうよ、こんなどこにでもあるやん、ちゃうよ、絶対俺こんな英語で書かれへんよ、日本語で書かして、つぶやかしてバイバイ言えばでね、うん、結構、まあ、有名人なんじゃないのというふうには言われてるんですよ、はい、うん、まあ、どっかの、ね、ゴールドマンサックスとかそういうところのアナリストなんじゃねえのとかいうふうなことのも言われてるんですけど、それは置いといて、まあ僕かもしれないし、ね、まあ、ほんまね、ほんまね、それ言ったことだよね今までね、まあ、そんなツッコミな、まあ、でですね、なんでやねんって言う、まあ、なんでやねんってね、まあ、ちょっとどのツイートかもしれない、ほんまやな、うん流してもらった流してもらったあのですね、うん、何を言ってはるかというと、株とか不動産とか金とか いろんな市場の価値を全部出してですね、うん、でビットコイン、まあ、その金融資産っていうものを全てあの総額を出して、で何パーセントが不動産にあるか株式にあるか、うん、金にあるかみたいなことを全部出しました。そして、はい、ビットコインの市場規模がおそらくこの人の完全な見立てなんですけれども、200兆ドル超えると、2K 超えるというふうに見ているということなんですね、うん、この人は。ほんでそれから比べるとビットコインは最大2100万ビットコインしかないと、うん、うん、でこれ割るとビットコインは1ビットコインあたり985万ドルになると、うん、13億円だと、うん、ね、夢があるよねでもし金に取って代わるとしたら、うん、金の市場規模は13兆ドル、はい、うん、
で、それに、まあ、ビットコインがね200兆円ドルまでいかずに13兆ドルで金の代わりになったとしたら、なんと1ビットコイン8230万円。おうん、ということで1億円に迫るかもしれないですよね、1ビットコイン、はい、これはちょっとありそうですよね、なんかね13億円はちょっとって思ったけどねそれを先に聞くと1億円ぐらいそうっていうね、夢のあるこのね、あそのただのおっさんとかね、 ただの YouTuber が言ってるんではなくて、この80万フォロワーいる、かなり分析を的中させてきたですね、うん、アナリストが言っておられるということがちょっとポイントで、いやいや、うちらも27万人いるからそのちょっと倍ぐらいの人が言ってると思ったらあんまり大したことないでしょ。この人は僕は結構適当にあの雰囲気で予想しますけれども、うん、あのこの人はデータとかを使ってね、こんな、まあ、あのしっかりしてるんですよ。そんな靴で信じちゃダメです。ということでね、うんうん、まあでも夢のある話、そう夢のある話、ね、うん、だからねちょっとずつ買い集めていくのはいいかもしれないよっていう、まあ、全体的に言うとそういうお話でございました今回ね。はい、はい、すみません、一応予想としましては、まあ、ここの上値は超えていくだろうなというふうには考えております、うん、まあ、このまま上昇トレンドがしばらく続くであろうなというふうに考えておりますということですね。今回は以上になります。はい、ではね、また来週も七文さんのパワフルなビットコインのチャート分析と仮想通貨界隈のいろんなニュース、最新ニュースをお届けしていきたいと思います。はい、あと冒頭で言ったようにですね、コロナについて皆さんお伝えしたい大切な情報まだまだたくさんあるんですけども、最近ねまた増えてきたんでやばい話いっぱい出てきたんですけども、そっちはね残念ながらこの表の YouTube で言えなくなりましたので、その情報をお送りさせていただくためにもまだの方はぜひ見る側の方を登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。この動画ここまで見られてまだチャンネル登録されてない方は登録もお願いします。ボタン押してよろしくお願いします。動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。 Twitter や Instagram などのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。七節の笑いの価値は1億円、七節のおぎりコーナー。結構ありますね。ちょっと時間がないんでいっぱいふわっと行きたいんですけど。おお、はい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 。ゆいちゃんの恐怖と欲望指数、恐怖が1になった時どうなるか教えてください。あ、恐怖と欲望指数が1になった時、ゆいちゃんの1、めちゃめちゃ引き笑いする。って今5ぐらいになった。でもちょっと面白かったです。そうそう、あ、マジですか、うん、あ、まあ、休憩中は引き笑いで爆笑してるんで。怖い、確かに怖い。いつも三角座りしてるけど急に引き笑いしだしたら怖い、うん、怖い、もうやばい、怖い、やばい、うん、そのゆいちゃんが怖いけどな。逆になホラーだけどね。というわけでね、そんなにならないようにですね、はい、3人仲良くやっていきたいと思いますので、ね、この方はチャンネル登録と高評価ボタンで応援もよろしくお願いします。